ウィナーズファイナルス日本選手。日本選手。なるほど、うん、さあ拳を合わせてそれでは始めていきましょう。ワンゲラープリン対クラッパヨッシー。さあ世界最強のプリン対世界最強のヨッシーがこの日本で見られるとは幸せ者ですよね。我々は幸せです。 NA 持続長い。この組み合わせもスクリーンでずっと何年も何年もね見てる組み合わせ。そうですね。おお、さあ私でさあ中央ライトで、あと横スマ当たらず踏ん張っている、メテオは当たらない、ね、卵をお土産。さあ踏ん張っているが踏ん張りがそろそろきつい。さあ空母でカウンターしてる。側が上を取りたいが、踏ん張っているが、ジャンプ読み下強。おお、なんだその選択は。メテオで落として上強、上。文句なし。バタバタバタ。メテオ NA ダッシュ A メテオ。凄まじい瞬間火力。ここもやってるぞこのヨッシーは。やってますねこのヨッシー。おおっと回復して、うわ、さあバタシュ。空上対空うまい。上スマ反応早い。メテオが待っているが、上スマッシュやり返していく。頭突きで勝負だ。あっと何だかしてドリルから上投げでワンゲラならしっかりコンボをしていく。崖を掴んで、さあ気がつけば追いついている。うわ早い。うわ早い。さあ上京上に投げてダウンさせて、あーっと最優台にはダウンしない。徐々に速さを増していくこのヨッシー。横スマシタシフト。嘘でしょ。やってますね入力がね。下シフトしましたね。メテオ、あっと足が引っかかって、さあブーツが強い。さあ踏ん張っている上スマッシュ。さあ卵のコントロールが非常に素晴らしい。藤波も見習ってほしいほど。さあメトロ落として上京からのグーバースト。こりゃ強え強え。さあ瞬間火力が凄まじいですね。中華料理のようなヨッシー。ちょっと何言ってるか分かんないですね。さあストリーミングのコメント欄でもなんだこれはと、すごすぎるとコメントが流れています。まだ生み出す。なんと次のラムネを取り出して、一体いくつラムネを食うんだと。さあクラッパヨッシーコントローラーが箱の中に入ってましたからね。糖尿病には気をつけていきたい。さあ気を取り直して、
さあ、2試合目始めていきましょう。NA ラキャン。さあ、バタバタバタ。さあ、しっかり前側にして、メテオは行くが当たらない。さあ、ドリルの餌食ブロって。あの裏当てをできますか皆さん。さあ、メテオが。しっかり倒していく。メテオ。さあ。さあ、ファンゲラやってしまった。3% 当てて。対空がうまい。NA。メテオが当たらずに逆に。ワンゲラの逆襲。おっと踏ん張っている。上。おっと。これが最大なのか多分。私には分かりません。NA が強い。さあ、組み立て卵から。さあ、メテオで落として、バタ足、上京。グーあれがうますぎる。さあ、なんという速さ。メテオ。さあ踏ん張っている。うまいですね。ドリルの間にタナヒット技を踏ん張るのはズルですからね。さあ踏ん張るカウンター。確認の鬼。さあ違法行為を連発していく。クラッパヨシ。これはバタ足。見ている。メテオもうやめてあげて。NA。 さあ強すぎるこのヨシ。下 B で上。まだ行くのか。ガンガン火力を稼いでくるこの赤いヨシ。さあこれは踏ん張りがない。さあストック追いついて1-1。敵逃げはなんとかなって。うーっと空を合わせるのがうまい。 81%。 さああのバタ足も死ぬだろうなって。さあドリルが当たって、お火力が取れるか。さあずらしていく。 NA まだなんとかいって、 LA で勝っていく。ワンゲラー強え。一瞬の隙を見逃さなかった。さあ伊達にスマブラをやってねえぜと。さあ熱戦ですね。いちいちまた食べてますよ。まだ食べてますよね。頭や糖分を摂取していく。ああ。まあ会場からも食べ過ぎなんじゃないかと心配していく。ああ。さあガンガン糖分を摂取してエネルギーを振るか。さあ草が生えていく。草も生えていく。草も生えて。さあリフレッシュしたところで、さあこれが最後の一戦になりそうです。どちらが勝ってもおかしくない。さあ早速メテオを当てて、ドリル当たって上投げで、メテオでやり返して、あとこれはあっとなんとかなって眠っていく。しかし死なない。おお、なんだ今のは。すごい老害のディレイ空母が出ましたね。メテオが当たるとそこバタ足上強上バースト。さあすぐさま取り返していく。さあうまいこと避けている。
あっとこれはドリル上京上京上上 NA まで NA うまい知っています。さすがのワンゲラNA バタ足上京上上死なないさあ、あと近しい英語さんは話してる。さあ卵マシンガンさあガンガン攻めてくる怖すぎるバタ足あとしかしおお投げれないのかああ割ってる破壊していったさあストック並んでバタ足が火力が高い NA さあドリルが当たってはやい差し込みさあコツコツとポイント当てていくわはやい空母の下からさあランディングフォースから上京空上で死なないさあストックがある限り何度でも殺してくるこの赤吉空母からこれはまだ死なないがさあドリルあと空へ OB がかかっているおおっとなんだ絶妙な攻防あー管理が凄まじいですねこれでバーストさあワンゲラ王手をかけていくバタ足上京は入らずに NA 同士でジャックで暴れて投げようジャックでさあ急降下空母が穴になるかバタ足から空母でバーストいや最後のストックまでもつれ込んでいくさあバタ足からバタ足が強いさあ逆にワンゲラが横スマッシュ裏当てになってしまうあ昔の俺だ昔のワンゲラ嘆いていますさあ幼児対抗していくさあロリワンゲラから横スマがしゃがんでいるさあ武器がうまい横行メテオ上行クエーバースト決め切ったクラッパヨッシー強いなロリワンゲラー破れる